はい、こんにちは。おいちゃん間違えました。めんじろうです。はい。ついつい行っちゃいますね。未だに抜いてませんね。やっとね、あのー、だいぶ落ち着いたんですよ。これでもだいぶ落ち着きました。ということでね。はい。まあ、いつもボツになってる動画だったりね。編集がまだ追いついてない動画、山ほどありますけど。うん。だいぶそういうの撮ってきてると、だいぶマシになりました。はい、ということでね。はい。えーと、動画削除されましたっていうね。あの、報告の動画でもやったんですけど、えーとね、その動画で、 まあ、は、そこまで詳しくはやってなかったと思うんで、今後の活動について、はい、受験生です。受験生なので、もちろん受験を集中してやります。当たり前ですね。はい。YouTube っていうね、趣味、まあ、本業にしている方もいらっしゃいますけど、そういう方一人でいいですけどね、はい。なんでね、はい、趣味でやるようなことにね、命かけてやってね、アホな確率1%以下じゃないですか、うん。アホみたいなことやってね、うん、うち料理は。 YouTube をちょっと捨ててえー、やって。まあたまにあげます。はい。たまにあげて。うん。うん。はい。前より、前はほんとね、不統合でしたからね。はい。アホみたいなね。あの、気持ちいいって叫ぶ曲作ったりとかね。あのー、今度出します。はい。ちょっと迷ってます。サブチャンネルに上がるかもしれません。はい。ねえ、そういうのをやったりとか。先輩って許されですね。ごめんなさい。熱い。ええーとねーはい。 うん。もうあの頃のようなアホイちゃんにはもう二度と戻れません。高校になって受験がとらなくなっても、絶対あの頃には戻れません。投稿頻度は増えるかもしれませんが。はい。ゲーム実況も近々あげたいですね。何にしましょう、まあ、好きなゲームやります。飲みそうなゲームと好きなゲーム。どっちかやります。はい。えーはいえー、っと、ショート動画はしばらくあげないようにします。はい。特に理由はありません。えー、普通の横画面動画の方が僕はいいと思ったからです。そんだけです。はい。えー はい。さ